はい、どうも皆さん、こんにちは。ブレイクスルー佐々木です。今日やっていく企画は、まあ、この前お届けした、まあ、海流室伏広治よりも強い説。熱くなるよ!という動画があったと思うんですけれども、まあ、そこでちょっと分かってしまった、やばい、ことは、まあ、何だったかっていうと、まあ、海流、じゃねえわ、海力だ。海力が人間を、地平線の先まで吹っ飛ばせるという事実が、まあ、ポケモン図鑑の、まあ、初期設定として書かれているんですね。で、まあ、それを見て僕は他のポケモンもちょっとやべえこと書いてあるんじゃねみたいな風に思ったんですよ。というわけで、今回、まあ、ちょっといろんなポケモン見て、行ったところ、ちょっと、変わった、やっぱりおかしいところがあったので、まあそいつを今回取り上げていきたいなというふうに思います。で、今回は誰を取り上げるかっていうと、海流を取り上げていきたいなというふうに思います。というわけでね、早速、海流の、ポケモン図鑑の初期設定を、見ていきましょう。それでは VTR、どうぞ!準備はいいかな?はい、というわけで、実際に海流のポケモン図鑑を見ていきました。で、それがこちらになっております。これは赤緑ファイアーレッド X 版での海流のポケモン図鑑での説明なんですけれども、まあ大きな体格で、まあ空を飛ぶと、そして地球を約16時間で一周してしまうというような記述があるんですね。で、地球を約16時間で一周ってかなりやばいスピードなんですよ。で、実際に計算してみたところ、まあ、地球一周が約4万 km あるんですね。で、これを16時間で飛ぶことができるっていうのことは、時速約 2500km ということになっているんですね。それじゃあさ、まあ、この時速約 2500km が、まあ、どれぐらいの、まあ、速さ、なのか、ということを、まあ、今回調べていきたいなというふうに思います。それじゃあ早速調べていきましょう。はい、というわけで、実際に、まあ、時速約 2500km、という値を秒速に直したところどのぐらいになるのかっていうと、まあ、こちらに示したように 694m、パーセカンドになるわけですね。つまり1秒間に 694m も進むわけですよ。で、これどれぐらいの速さに相当するかっていうと、まあ、音速がだいたい1秒間に 340m、進むんですけれども、まあ、音速の2倍ということで、マッハ2で海流は、まあ、進むことができるっていうことが分かりました。で、これが、まあ、どれだけやばいことなのかっていうことを、まあ、説明 したいなっていうふうに思ったんですけれども、例えば、ポケモンバトルするじゃないですか。で、僕のポケモンが海流だとするじゃないですか。で、海流に対して僕が指示を出すわけじゃないですか。ただ、この指示のスピードっていうのは、マッハ1の音速で伝わるわけですよね。ただ、海流トップスピードになると、マッハ2で進んでいるわけですよ。まあ、音速の2倍。というわけで、まあ、僕の指示は海流には一向に届かないということがわかります。というわけで、常人の口から出される音速では、まあ、海流には一向に届かない、すなわちもう相当なもう音圧をかけるとかしない限り、まあ、海流の、トレーナー、になることは不可能ということがわかりました。でね、これで終わりというのは、まあ一般人 YouTuber ですよ。こっからが僕の新骨頂、理系大学院生 YouTuber としての新骨頂だというふうに思いましたので、ここから、まあ、どうやったら、まあ、海流に、まあ、指示を、伝えられる、まあ、環境を、まあ、お届けすることができるのか、ということを、考えてみました。というわけで、まあ、こちらに示しているのが、まあ、音速の式なんですけれども、まあ、音速って、基本的に331プラス 0.5x、みたいな、まあ、一時、式で表されるんですけれども、あれは、テーラーの一時展開といって、まあ一時的に展開したものなんですけれども、こっちはそれを、まあさらに、まあ厳密にしたもので、まあ 20.055 括弧 X が多分、温度なんですけれども、プラス 273.15 の2分の1乗という風になっているんですね。で、こちらの式で、まあどれぐらいの、まあ、温度があれば、すなわち、もう400度か500度か600度か知らないですけれども、何度ぐらいになったら、もう口から発される音の速度を694mps、海流の進行速度に、することができるのか、ということを考えてみました。というわけで早速ね、計算していきたいなというふうに思います。
はい、というわけで、先ほどの式から横軸に、温度、縦軸に、まあ、速度をとって、まあ、音速と、海流の、速度を比較したグラフが、まあ、このようになるんですね。で、青い線が、まあ、音速を表していて、で、赤い線が、まあ、海流の速度を表しているんですね。で、音速は、まあ、温度に従って、まあ、上昇するに対して、まあ、海流の速度は、まあ、多分温度に対して、まあ、別に変わらないだろうと。まあ、音速みたいに上がることはないだろうということで、694.4mps で一定にしました。そうしたところ、このグラフの交点が、だいたい温度が930度、930度という風に出たんですね。まあ、すなわち海流の、トレーダーに、なりたければ、温度930度の、元でトレーナーバトルをすることができる、すなわち、まあ、930度の元で耐えられる、筋力、鋼の肉体が、まあ、必要である、ということが、分かりました。まあ、930度っていうのが、まあ、どれほどの厚さなのか、ということが、多分皆さんわからないかな、というふうに思ったので、まあ、いろんな、データを調べたところですね。まあ、まず、まあ、サウナとかの温度が100度。で、まあ、100度で、まあ、ギリ人間は、まあ、10分ぐらい耐えられるかな、っていうところじゃないですか。で、900度ってどんくらいなのかなっていうことを、調べたところ、まあ、いいデータがありまして、タバコの、先端の温度あるじゃないですか。あのタバコの先端の温度が750度、っていうふうに、書かれていたんですね。平均して750度。すなわち、カエルのトレーナーになるためには、全身を、にタバコの先端をつけられている。練り込まれているみたいな。そういう状況で、トレーナーバトルができなければ、まあ、海流のトレーナーになることは、できないということが、分かりました。というわけで、まあ、どういう結論が出たかというと、チャンピオン渡るはやっぱり強い。